この用事とは何なのだろうか。確かに虎丸の動きはなかなかのものだ。だがなんだこの違和感は。まるで本来の力をわざと抑えているような気のせいか。さすが高円寺、鋭い。あと気になるのはキャプテンのチームにいる飛高さんですね。一体どんな選手なのかデータが欲しいところです。そうだな、よし、一度遠藤たちの様子を見に行ってみるか。スパイということだな。お手の物とは遠藤に、遠藤じゃない、軌道にはスパイはもう日常茶飯事。時間だわ。え、ないないない、夏美、おい夏美、一緒に行こうぜ。遠藤たちの様子を見にグランド行こう。ちょ、夏美追いかけようぜ。夏美、おい夏美どうしたんだと。お、宝箱、夏美が宝箱になってる。あ、ワープドライブ、うおー、これは誰につけようか。まあまあまあと残しておこうか。さあ、マモルくんどうかな。その前に回復サイトで回復していきましょう。お、今満タン、オーケー。お、みんないる？ほうほう、なんだその、何そのなんか複数データみたいな、複数デートみたいな、壁山はぶられて、昨日とヒロトと遠藤とフィヨペみたいな、何の話で。お、みんな練習を見に来たのか。あれ、キャプテンたちは休憩中なんですか。めっちゃおる。へっ、無駄足じゃんか。それでどうでした、キャプテンたちのチームにいる飛高さんは。え、まあね。何、まさか。あ、ここでイケメン登場。あの人誰だろう。お、お、あれ、そういえば夏美はどこ行ったんだ。キドのチームにいたはずだよな。あら、本当ですね。ドタバタして気づきませんでした。お、古株さん。おい、おみたいたち、やったるな。ほら、差し入れじゃちゃ。お、古株さん、あの夏美いませんでした。夏美お嬢さんならもう空港じゃないのかな。え、ほら、今日だったろ、海外留学へ出発する日は。みんな聞いてないからな。え、海外留学、夏美が。は、初耳っす。お、おっと、もしかして秘密だったかの。しまった、わい。夏美どうして黙っていたんだ。キャプテン、今ならまだ間に合うかもしれません。急いで空港へ行きましょう。お、稲妻町以外にも行けるようになった。日本地図から南東京を選んで空港行こう。こう、稲妻イレブン2は、稲妻イレブン3か。なんで俺はさっきから2って言ってんだ。結構いろんなところ行けますからね。では空港行きましょうか。では南東京で、お、あれあれね、 なんとかスタジアム、名前が出てこない、スタジアムありますね。ってことで東京大江戸空港、東京大江戸国際空港。お、懐かしいねこの BGM。 この辺宝箱あるね。なんだ、お、チェッカーシューズの横のちょっとバスがブルブルしすぎて、そっちに目がいっちゃうんだけど、バスめっちゃブルブルしてる。なんかめっちゃブルブルしてる、マジでスライムかお前は。お、こっちには宝箱あるかなと。多分あるよ。あー、全体マップに出るか。宝箱ない、あれ1個だけか。あったあったあった。お、モグラフェイント、いいねいいね。着々と宝箱、必殺秘伝書を集めつつありますね。ってことで中行きましょうか。おー、懐かしい。お、懐かしいね。 FFI のおかげでアダコで言ってるけど、お前には関係ねえ。俺は夏美、夏美どこだ夏美。遠藤くんが来てやったぞな。お、お、ラ、うわ、めっちゃ私服可愛いけど、俺ライモン総一郎だっけ名前。本当に行くのか。はい、お父様、あとはよろしくお願いします。ああ、お前の方こそ気をつけてな。わがまま言ってごめんなさい。私一人で行きたいなんて。でももしこの報告が事実なら、遠藤君の運命は大きく変わってしまう。私の手で事実を確かめたいの。誰かのために何かをしたい。私こういう気持ち初めてだから。